おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ244で合ってるはずです。はい、今回から、全部で4回ぐらいかなにわたって、あるものをご紹介していきたいと思います。一応前回の動画の最後の方にも言いました。はい、久しぶりのちょっと大型アイテムですね。はい、それがこちらです。じゃん。はい、デラックス超合金VF19 アドバンスです。はい、こちら予約に失敗し、入手できないと思っていましたが、たまたま店頭で見つけて、購入することができました。ということでこちらの方を、今回は箱からの開封と付属品のご紹介、それと一応こちらのファイターですね、このアドバンスパックつけてない方ですねのファイターのみになると思います。はい、一応パッケージこんな感じです。で、側面、はい、収まりきらないんですけど、はい、側面、はい、こちら裏ですね。はい、一応こちらがファイター形態、こちらがガボーク、そしてバトロイドで、さらにパーツを外した状態にもできますし、アドバンスパックというのがついてくるよと。で、ピンポイントバリアパンチを再現したエフェクトパーツで、キャノピー開いてパイロットフィギュアが乗ったりとか、この辺が書いております。そしてさらに反対、はい、こちら反対側はあれですね、ガウォーク状態ですね。はい、そしてあと箱の底、こちらファイターですね。で、こちらがトップ、以上ファイター、ガウォーク、バトロイドになるようと書いております。はい、では一応こっちにしようかな。はい、こちら側をレッツオープン。よいしょよいしょ。いやー、これ正直すげえ欲しかったんですよね。ようやく失敗した時はちょっと絶望感すらあったぐらいかな。なんとか無事に入手できて非常に嬉しいです。はい、一応箱から開けたらこんな感じで2段になってますね。で、こちらが説明書。はい、これ確かどうだったかな、フルカラーだったかな。そしてこちらですね。あ、全部で3段ですね。うん、これで正解か。どっちかっていうとこうが正解のような感じもするけど、はい、一応こちらがブースターパーツかな。で、足に取り付けるやつ、これを組み合わせて、ピンポイントバリアパンチのエフェクトパーツ、さらにこちらが肩につけたりとか、おのおのつけたりするパーツですね。で、あとこれが多分、首元、変形した時に、溝になってしまう部分にはめる隠しパーツみたいな感じですね。はい、1段目これで終了。はい、次は2段目です。2段目もこちらが、このデラックス超合金の方でのマクロスですね。で、標準的についているベース、それとアーム、こちら取り付け用のアームですね。アームといいますかパーツです。これがファイターかな。で、ガウォークでバトロイドでみたいなのがあります。この辺はこの辺がちょっと使い方はちょっと説明書見ながらになると思います。はい、で最後こちらの方ですね。こちらの方に入ってます。結構薄いですね。では一応こちらの方をカットして、ちょっとこちらの方にちょっと意識並べたいと思います。はい、箱から出して並べようと思ったんですが、一応この状態でちょっと収まってたので、パーツの配置状態ですね、そちらを一応ご紹介したいと思います。こちらがガンポットですね。で、ファイターがこちらに入ってまして、こちらがピンポイントバリアパンチのエフェクトパーツの続きといいますか、これに、あ、落ちた、これに、先ほどのバラパーツだったやつをバラの入れて、この3つを組み合わせてバリアパンチを再現するような感じかなと思います。で、あと交換用手首がここに入ってます。では早速ちょっと出していこうかな。はい、こちらがエフェクトパーツですね。はい、こちらの先端になんか取り付けるみたいですね。はい、で、こちらがガンポット。はい、ガンポットです。そしてここに手首一式と、こちらにパイロットフィギュアですね。はい、
が入ってます。そしてさらにこちらの方に袋に包まれた状態でファイターが入ってますね。よいしょ。ではこちら避けまして、カメラをちょっと下に、はい、さらに説明書を出さなきゃね。はい、では、ファイター携帯、こちらこれから、いじっていきたいと思います。まずこちらを変形させる前に一応ですね、ファイター携帯用の、ベースのご説明ですね。超合金の方の、マクロスは初ご紹介ですね。一応このようなベースにこういう形状固定のアームですね、これをこう取り付ける方法とこう取り付ける方法がありまして、この方法で取り付けるときは、バトロイドとかあのロボット形態ですねとかあのガオークの時に使います。でファイターの時にはこのような形で、はい、使います。さらにここのところにこういうような形状のパーツがありまして、こちらを取り付けます。でさらにちょっと特殊な形しまして、ここのところに穴があります。4つですね。この穴に、向かってこう使うんで、こちら左側ですね、こういうパーツが別途付属しております。これを、取り付けます。で下の穴の時にそのアドバンスパックというのをつけた状態みたいなんですね。ちょっとまだあの説明書読み込んでないんですけど、この通常のファイターの時は、上の穴にこのパーツを取り付けますと、こうですね。そして反対も取り付けますと。でここの部分に多分この辺の足のやつがこう乗るような感じなんだと思います。はい、こうすることで、ピタッとこう安定して乗せることができるという感じですねとなります。ちょっとベースは置いておきますね。では箱から出したらこの状態、こちらに、パイロットフィギュアをちょっと乗せますか。はい、こちらパイロットフィギュアです。こちらあの細かく塗装されておりますね。はい。で、キャノピーの開け方ですね、こちらのキャノピーは、この状態でまずこうグッと持ち上げると根元が折れちゃうので、一度上に持ち上げます。こんな感じ、元こうです。この状態から一段持ち上げてから開きます。これが限界ですね。これぐらいが限界です。そして足から入れて座らせて蓋を閉じますと。はい、こんな感じですね。で、さらに、ギアを出すかな。はい、では、ランニングギアですねの出し方です、こちらのこの蓋ですね、こちらを開けまして、中央のこちらの蓋ですね、こちらを開きます。で、タイヤの部分を出すんですが、ここにちょうど、フックみたいな感じでここにパーツがあるんですけど、これを持って引っ張らないでくださいと説明書にここに書いてありますので、なんとか指で、このタイヤを引き出します。あ、ここに突起みたいなのがあるんで、そこのところを指でグッと押し上げてあげるとタイヤが出てきます。そしてここを指で引っ掛けて、あとにタイヤを、引っ張り出してあげると。はい、これで前の方が出ました。はい、そしたら あと後ろの方ですね、ここも蓋を開けて引っ掛けれるので、よいしょ、このように出します。一応アルカディアというメーカーのあの VF19 じゃないや YF19、 VF19 回ファイアバルキリー、
ご紹介した時に、このギアの出し方とかもやりましたが、やり方は結構似てますね。ただここの部分、前輪の方の出し方がちょっと特殊といいますか、非常になんか本当の戦闘機みたいな出し方に変わってましたね。こちらは非常にいいと思います。はい。それで、あと今この状態になってるウィングですね、これを今引っ張り上げましたが、グッとやって畳んであげると、はい、このような形になります。はい。で、あとここの後ろの尾翼を起こすだけなんですが、それまでガンポットですね、これをここのところに挟み込みます。ガンポット自体を、わかりますか、これがまっすぐの状態、それからグキッてやるとこう下がったと思います。こう下がったら、ここの部分をこの実際にも、ガンポットを手に持たせる時のグリップですね、こちらをここのところに、グッと挟んであげます。はい、挟み込んだのがこういう形となります。はい。そしたら、ちょっと置きますね。したあと、ここの後ろのウィングをこう起こします。はい、起こしました。はい、これで一応、まずここもちょっと倒れてますが、こんな感じです。はい、こんな感じ。はい、記憶の中では、まあ最近のあの超合金ですね、超合金シリーズとなっている、バンダイから出ている、マクロスシリーズの変形ものですね、こちらの方は今まで VF25 というマクロスフロンティアに出てきた機体の方が多かったんですけど、今回初めての、VF19 という、25系じゃないこのタイプですねが初めて作られたということで、期待値は非常に高いんじゃないでしょうか。で、さらに、アルカディアというメーカーで同じものが出ているので、やはりちょっと比較の対象にはちょっとなるのかなと。はい。で、さらにギミックがもう一個あって、ここのウィングですね。このウィングを一旦浮かせることで、こうか。はい。こういう状態になりました。浮かせて、ここのところに、ミサイルパーツが入っているんですね。これどうやって開くの、これ。こうか。はい。下の方にこう、今スライドしました。で、あと、先ほどの逆のやり方で、足に、このウィングを戻しますと。はい、戻しました。こうすることで、ここのミサイルですね、脚部のところに収納されているこのミサイルパーツ、これです。この白いやつ。これをこう展開している状態といいますか、こう発射状態、これが再現できますと。これは一応まだ片方しかやってませんが、両方行うことができます。ただですね、アルカディアのメーカーの方では特にここのやつを1回か外さなくても、そのまんま蓋パカッと開けるだけだったので、ちょっとここの部分が、ちょっと一手間かかる感じですね。はい。では最後、ディスプレイベースですね、こちらの方に、乗っけて、修理をしたいなと思います。その際にはこのランディングギアは使わないのでしまってしまいます。とりあえず今、ランディングギアの方しまいました。で、こちらのベースを用意しまして、ここのくぼみですね、ここのくぼみとこちらのアームの下の突起部分を合うように乗せると。はい、こういう状態ですね、こういう状態にすることができますと。はい。で、こっち側だけちょっとミサイルオープン状態になってます。はい。
応こんな感じでディスプレイすることができますよという感じです。一応カメラで寄りますね。上から見たらこんな感じです。これがミサイルです。で、こちらの反対側は開けてませんが、閉めてる状態だとこんな感じ。で、あとエアインテクシャッターといってこちらですね。こちらの方も、よいしょ、蓋外して中のこういうのが、再現できます、されてますという感じですね。こちらのカナード翼はこう、上下に動く。これもちょっと、アルカディア製と違う感じですね。はい。一応これで、まあ今回の部分ですね。の、開封の方からファイターまでは終了したいと思います。では一旦こちら避けまして、いつものこちらですね。だいぶ紙が減りましたね。こいつだ。はい。インビジブルです。はい、こちらインビジブル。これも言い方違うと思うんだよな。エンベゼボーだったはずだな。はい、では一応こちら戻しまして、一応、VF-19 アドバンスの、開封と、ファイター形態のご紹介でした。一応次回はこの状況から、ガウォークですね、この戦闘機から手足生えた状態みたいなの状態にしていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。